皆さんこんにちは。今回は山本富士子さんの老人ホーム説と、現在子供は何をしているのか、また実家の金持ち説について調査しました。山本富士子さんといえば、初代ミス日本で昭和を代表する美人女優です。まずはプロフィールと経歴について見ていきましょう。愛称お富士さん、本名山本富士子、生年月日1931年昭和6年12月11日、身長159センチメートル、出身地大阪市西区、最終学歴京都府立第一高等女学校、現京都府立大木高等学校卒業。山本富士子さんは19歳だった1951年に初代ミス日本に輝きました。ミス日本に応募する女性は皆さん綺麗ですよね。その審査でも満票を獲得したといいますから、山本富士子さんがいかに美しかったかが想像できます。当然芸能界からスカウトの嵐が押し寄せました。その頃は映画会社が一番強かった時期で、どの会社も山本富士子さんが欲しかったのです。しかし慎重な性格なのか、デビューをすると決意するのに3年も悩みました。学生時代から目立っていたに違いない美貌を持つ山本富士子さんでしたが、女優になりたいと考えたことがなかったので戸惑ったようです。結局デビューの決め手となったのは家族の後押しでした。当時すでに医学生になっていた姉が、これからの時代は女性も職業があった方が良いとアドバイス。1953年、3年後にフリーになるという条件付きでダイエーに入社しました。とにかく目の覚めるような美人だったので、一躍人気女優となった山本富士子さん。3年経っても売れっ子の女優をダイエーが手放すはずもありません。フリーの話はどこかへ消えていってしまいました。10年間で出た映画の総数は100本以上と、どれだけ人気があったのか分かりますよね。しかし1963年にダイエーの専属を維持することを拒否。怒った社長は山本さんを映画業界から締め出してしまったのです。映画に出られなくなるという不安から泣き寝入りするケースもありそうですよね。しかし山本富士子さんは自由に生きることを選んで、テレビ出演から演劇中心にシフト。自分の生きる道をしっかり自らの意思で切り開いていったのです。そして2023年には92歳になる山本富士子さん、料理や掃除が大好きだったそうで、健康的な生活を送ってきたからこそ長生きができているのでしょう。しかしさすがに高齢でコロナ禍であることもあり、2020年以降にメディアの前に出たことはないようです。山本富士子さんが最後に出演したテレビ番組は2019年のトーク番組徹子の部屋でした。その時の山本富士子さんは変わらず元気な姿を見せていました。若い頃から生活の中でエクササイズを取り入れており、体力を維持することができているそうです。また肌を美しく保つため化粧水を惜しまずたっぷり使っているのだとか。コツコツと努力を積み重ねて日常に楽しみを見つけているからこそ、いつまでも元気で美しい山本さんがあるのですね。その山本富士子さんに関して老人ホームと聞くと、いかにもどこかに入所したのかと思ってしまいますよね。実際は老人ホームの CM の仕事を受けたことが話題になっていたのです。それはスーパーコートという関西を中心に展開している老人ホーム。一般的なホームから富裕層向け、パーキンソン病患者向けなど、高齢者の細かいケアができるように対応している施設のようです。山本富士子さんの自宅はマンションで、蓼科に別荘を所有していました。山本富士子さんは56年も住み続けた戸建ての自宅を引き払っていたことが分かりました。新居は戸建てではなくマンションに決めたのだそうです。年を取ってからの戸建ての手入れは大変だという理由から決めた引っ越し。長年住み続けると家のあちこちに修理が必要になりますよね。途中で一度建て直したようなので、引っ越し当時築30年になっていました。30年経つと再び家が古くなってきており、また修理をしなければならなくなってしまったのだとか。それならばマンションに移った方が楽だろうということで、気持ちが固まったようです。マンションだとワンフロアで室内に階段もない家が大半ですよね。
山本富士子さんが引っ越したマンションは一般的なものより広かったようで、リビングが戸建ての家と同じ広さでした。つまり引っ越しても前と同じような家具の配置が可能。リビングにいると同じ家に暮らしているかのように感じていると語っていました。山本富士子さんが前の家を振り返りながら、新しいマンションで落ち着いた暮らしをしていることが想像できますね。立品に別荘を所有していた。山本富士子さんが立品に住んでいたのではないかという噂があったようです。きっと近辺で目撃情報があったのでしょう。立品は長野県にあり、老後に移住したのかとささやかれました。しかし実際は自宅として利用はしておらず、別荘を構えていたことが判明。2023年現在はその別荘もすでに売却済みのようですよ。また実家のお金持ち説については、山本富士子さんは大阪府大阪市の西区立ち売堀が出生地となっており、実家は南大阪では名の知られる粗放家でした。彼女は大きな鉄鋼所の経営者である父と、船場の綿花問屋山重主人の長女である母山本勝代さんとの間に誕生。幼い頃から踊りのお稽古などをして育ちます。山本富士子さんは外見だけでなく振る舞いや話し方もエレガントな印象ですが、やはり育ちがいいようですね。しかし両親は富士子さんが9つの頃離婚、母親は娘2人と共に実家へ帰ります。大阪で富士子さんらが暮らしていた自宅は当時では珍しい西洋風の建築でした。それが理由で戦後は米軍用の住まいとして進駐軍に接収されてしまったため、一家は京都に引っ越したようです。現在では富士子さんらが京都で暮らした家は残っていませんが、家があった場所には石碑が埋め込まれています。京都寺町三条家が京都時代の山本家の住所。寺町三条といえば京都市役所からも近い京都市の中心部付近ですが、家の跡を形にして残してもらえるなんてさすがは名家出身の大スターですね。今でも変わらない品の良さは、いい家でしっかりしつけられて育った女性ならではといったところでしょうか。続いて山本富士子さんの息子についてです。山本富士子さんには夫の後を継いでいる長男がいます。山本富士子さんは1962年に山本武春さんと結婚すると、1968年には長男を出産します。山本武春さんは夫は美空ひばりさんの芸道一代などで知られ、2006年には日本レコード大賞功労賞を授与された有名な方です。ところで女優の山本富士子さんとミュージシャンの竹春さんはどこで知り合ったのでしょうか。二人は富士子さんが歌のレッスンのため訪れた古賀政男さん宅で出会ったのが最初のようです。1956年、昭和を代表する作曲家ギタリストである古賀政男さん宅へ歌を習いに行った富士子さん、そこで古賀門下の古賀武春さんと知り合います。二人は結婚を望みましたが、それぞれの親は両家の後継ぎ問題などを理由にこの結婚に大反対だったのだとか。実は当時古賀武春さんは結核を患っていたので、これも結婚を認めてもらえなかった理由の一つだったとみられます。古賀武春さんは藤子さんと結婚すべく手術を決意。オペの前日に手術が成功したら結婚しようとプロポーズしたのだとか。まるで映画のワンシーンのようなお話ですね。その後無事手術は成功、二人は1962年に晴れて夫婦となりました。藤子さんの実家である山本家には娘二人しかおらず、姉はすでに嫁いで家を出ていたため、山本武春さんは婿養子となり、以後は古谷武春から山本武春と名乗ることになりました。ちなみに山本武春さんはミュージシャンとしてだけではなく、ビデオ制作会社を設立、古賀政男音楽文化振興財団理事長就任など多方面で活躍されました。そんな最愛の夫は2011年、肺炎により都内の病院で息を引き取りました。また息子さんについて、山本富士子さんが女優、旦那である山本武春さんはミュージシャンということで、息子である山本茂春さんも芸能界にいるのではと考える方もいるかもしれません。しかし長男の山本茂春さんに関して調べてもほとんど情報がないため、どうやら過去にも芸能界で活躍したことはないと言えそうです。そんな山本茂春さんがどんなお仕事をしているのかというと、
株式会社 TVC の代表取締役ということが分かりました。 TVC とは広告と映像制作をする会社です。 TVC はテレビ CM などを作っているので、芸能界と全く縁がない仕事をしているわけでもないのですね。実はこの会社、父竹春さんが創業した会社。長男は演劇や音楽の道には進まなかったようですが、会社経営という部分ではしっかり父の後を継いでいたのです。また初代ミス日本の美貌を受け継いだ娘はいるのでしょうか。初代ミス日本で昭和を代表する美人女優山本富士子さんに娘がいればさぞ美しいことでしょう。芸能界が放っておくはずがないと思い調べてみました。しかし山本富士子さんが出産したのは長男一人だけのようで、女の子はいないようです。長男出産の時点で山本富士子さんはすでに37歳と、当時にしてはかなり高齢出産だったようなので、一人だけを産んで大切に育てることを選んだのかもしれませんね。また孫について、子供は長男一人だけですが、孫は一男一女がいるようです。2015年にテレビ番組に出演された際に、上が高3下が中3と明かしていました。2023年現在ではそれぞれ26歳23歳くらいになっているはずですが、一般の方のようで情報は出てきません。2人の父親が親の後を継いで会社の代表取締役を務めているので、将来的にはどちらかがその会社を継ぐ可能性はありますね。ちなみに藤子さんは孫との間にあるユニークなルールを定めているようです。そのルールとは、彼らに自分のことをおばあちゃんと呼ばせないというもの。孫たちには自身をおママと呼ばせているようです。年齢を重ねてもエレガントな美人女優、気持ちから若さと美しさを保っているようですね。今年で92歳になる山本富士子さん、長生きしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。